長州市職業技術学校は、中華人民共和国関東省長州市にある職業高校、1950年6月1日、設立。その前身は、長州農業学校、長州市百科大職業高校であるため、長州市民からは、百科大、風陽と呼ばれる。旧館高知またキャンパスの校門、現在は、公共職業技術学校に改編される。 2015年12月7日、午前、長州市職業技術学校、キャンパス広場で開催されている、開校65年式典。この学校では、初の記念式典が開催されている。敷地面積は468.4世。4500人以上の在学生、221人の教職員がいる。教師宿舎、学生寮、食堂などの生活施設が充実している。 2015年12月7日、午前、長州市職業技術学校は、キャンパス広場で、創立65年式典、国旗形容体を掲げ、中華人民共和国国旗を掲げている。毎年5月4日前後には、54文芸演出と歌詞コンテストが開催される。また、毎年10月に、新入生は1週間の軍事訓練に参加する。毎年三月十二日に、 同行の中国共産主義青年団の団員が職人活動に参加する。学生は各サークルの共同活動が非常に豊富。毎年各サークル連合会連合に外交官を開催。学生は寄宿生と通学生に大きく分けられる。寄宿生は平日の夜に自習を参加する必要がある。通学生は毎日通学証を持ち自宅に帰る。 寄宿生は、毎週の金曜日の午後から日曜日の午後までに学校を自由に出られる。長州市の13番バス、長州市職業技術学校の休みの長さより、長州のほとんどの学校は、とても長くて、例えば2015年の、メーデの労働節休暇、長州のほとんどの学校は普通は、5、月1日至り3日とも3、3、9、3日が、 長州市職業技術学校が入った5か休暇。長州市職業技術学校の第9回学生大会2015年10月11日。校長のもと、朝日文は演説する全部合わせて33。学生団体がある夏用制服。ないかかりボタン現在の制服は、同校の新しい交渉を発表したから作った第2代である。ありがとうございます。